皆さんこんにちは。日本を代表する演歌歌手、現在大御所として有名な細川たかしさん。最近はレーザーラモン RG さんがモノマネをしていることでも知られていますよね。なんといっても1975年に出したデビュー曲「心残り」は「私バカよね」のフレーズや歌詞が人気となりよく知られています。北酒場や矢切の私などのヒット曲で知られる細川さんですが、実は長年連れ添った奥様がいらっしゃいました。しかし奥様を病気で亡くされ号泣されたことがあるそうです。他にも所有ビルが炎上したという噂や暴力団とのつながり、年収についても気になります。今回は細川たかしさんについて深掘りしていきます。細川たかしさんは1974年に2歳年上の和子さんという方と結婚しています。2人が出会ったのは、細川たかしさんがまだ下積み時代で勤めていた会社を退職し、歌手になるためにクラブ歌手活動に専念していた時期でした。和子さんは当時すすきののナイトクラブで働いていました。2人が出会った場所は北海道ということになります。そんな和子さんに一目惚れした細川たかしさんは猛アタック、一目惚れをしたということですから相当綺麗な方だったんでしょうね。しかし和子さんは年下には興味ないと公言しており、なんと年齢を年上に偽って猛アタックを繰り返したんだそうです。その後2人は交際することとなり、なんと3ヶ月でスピード結婚。それからは細川たかしさんのメジャーデビューも決まり、上京するかどうかを迷っていた時に背中を押したのも和子さんでした。売れていない時期から寄り添い続けてきた和子さんですが、2018年11月23日に残念ながら亡くなってしまいました。享年は70歳。とても早すぎる死ですよね。和子さんの死因ですが、病気の可能性が高いと考えられています。というのも当時1年半の入院、闘病の末に亡くなってしまったとの報道がありました。さらに細川たかしさんの息子さんがツイッターで病名を明かしていました。病名は間質性肺炎の影響による胸部大動脈瘤破裂。ツイッターの内容はすでに削除されていたのですが、死因をしっかりと明記されていたようです。亡くなる4年半前には脳内出血による開頭手術も行っていることを明かしていました。しかも細川たかしさんは和子さんを亡くした直後、ハワイでのステージを控えていました。和子さんの最後を看取ることができなかった細川さんは大きな悲しみを抱えながらも、周りやファンにはそのことを明かさずに見事ステージを披露し、帰国後に家族のみでひっそりと密葬を営んだということなのです。細川さんはその当時、1975年のデビュー前から陰ながら支え続けてくれた妻を亡くし、言葉にならない悲しみではありますが、いつも明るいたかしさんでが妻の口癖でしたので、今後も明るい細川たかしで頑張ってまいりたいと存じますと綴っていました。和子さんのいつも明るいたかしさんでという言葉は口癖でありながらも遺言のように心の刻まれている言葉なのでしょう。細川たかしさんは上京するときには和子さんを一人残して上京しています。売れなかったら1年で戻ってくるからと約束した細川たかしさんですが、発表した曲はすぐにヒットしブレイクし始めました。1975年に発表したデビュー曲「心残り」が大ヒットし、1975年には日本レコード大賞最優秀新人賞も受賞。なんと2人が交わした1年という約束を見事に果たしてご結婚されました。そしてこの一作品目の曲でいきなり80万枚のヒットを飛ばし、その年の各新人賞を総なめにしてしまいます。さらにその年末には日本の歌手が念願である紅白歌合戦に出場しています。そこで気になるのはやはり年収でしょう。細川さんはその後数年のうちにはヒット曲「北酒場」で1982年にレコード大賞を受賞されました。さらに1983年に千秋直美さんのカバー曲である「矢切の私」を歌い、これがヒットしオリコン年間第2位にのし上がっています。その翌年には楽曲「なにわ節だよ人生は」がヒットして人気に。その年末にはこれまでに異例のレコード大賞を連続3回も受賞を果たしたのです。続く85年には「望郷ジョン柄」を出すと、これもヒットをします。
驚くことに、これら功績が認められたためか、各地に細川隆さんの歌碑や銅像が称える碑として建てられたのです。そのようなこともあり、全盛期には数億円を稼いでいたという細川隆さん、ビルを所有していることからも高収入であることはわかります。また2017年5月17日に放送された日本テレビ系中居の窓で、演歌歌手の驚くべきご祝儀事情が明らかになった時のことです。番組では演歌歌手スペシャルというテーマのもと、演歌歌手の細川隆さん、瀬川瑛子さん、徳永ゆうきさん、松坂ゆうきさん、水谷千恵子さんが出演し、演歌界の事情についてトークを繰り広げました。番組の中で司会の近藤春菜さんが、ファンの方からの贈り物ってどういうものがあるんですかと質問したのです。その質問に瀬川さんは、本当にいろんなものがあるんですけど、印象的だったのはベンツとコメントし、会場を驚かせました。瀬川さん曰く、プレゼントの贈与税も支払ったといいます。また演歌界では公演やリサイタルでご祝儀をファンからもらうことがあるといいます。細川さんはバッグに現金が詰まったご祝儀がステージに置かれていたことがあったと語り、5000万が入ってんだもん、ガサッと、と驚きの金額を暴露したのです。他にも松坂優輝さんも一月の給料より多いご祝儀をもらうこともあると話していたり、俳優で歌手の梅沢富美男さんもテレビ番組で1ステージのギャラが700万円だったことをカミングアウトする一場面があるほど、演歌界のギャラ事情は凄まじいようです。このことから考えると、一気にブレイクし、その後も紅白歌合戦の常連だったりする細川隆さんは、給料以外にもご祝儀で稼げています。バブル期には年収8億だったという噂もあるほど稼いでいた細川隆さんの現在の収入源は、歌謡ショーなどが中心になっていると考えられます。一説には大物歌手だとディナーショーなどの出演だけでも短期間で数千万円稼げるという話があります。細川さんはそれに近い収入を得ていたとしても不思議ではないでしょう。こういったショーなどは実際にどれぐらい出演されているか把握することが難しいです。しかし細川隆さんであれば、こういったイベント出演のギャラだけで年収1億円前後得ていたとしても不思議ではないかもしれませんね。実際にも2億近くの年収を得ているという噂もあります。また所有している車はトヨタの400万円600万円ほどの価格のクラウン、車内にウィスキーと炭酸水を常備しているアルファードハイブリッドを所有しており、運転手がついているとされています。高級ブランドエルメスでオーダーした衣類や靴を車に乗せているとも言われており、このようなことから所持品はかなり高級なもので揃えている可能性が高いですよね。他にも不動産収入や投資なども行っている可能性が高いので、それなり以上に稼いでいる可能性が高いのではないでしょうか。高額の年収を稼いでいるとされている細川隆さんはビルを所有しているのですが、そのビルが炎上したといいます。2018年11月7日正午ごろ、演歌歌手細川隆が所有する札幌市北区の9階建てビルの5階の一室から出火、2人が救助された。怪我はないという。細川は出火当時不在だったという報道がありました。このビルは今春にはダウンタウンデラックスでも紹介された知る人ぞ知る細川ビルだそうで、最上階の9階に細川さんの自宅があり、番組では1階のカラオケルームを紹介したほか、2から7階が賃貸で、8階は細川さんの子供が使っていることなどが説明されました。ダウンタウンの2人もビル所有というスケールの大きさに驚いていました。また北海道札幌市に構えているこのビルですが、2019年6月25日には別の番組その他の人に会ってみたスペシャルが細川隆さんのビルに潜入ロケを行っています。最上階の自宅部分にカメラが入るのはこれが初めてで、ワンフロア全てをぶち抜いたド派手な自宅には高級家具がずらりと並んでいたそうです。全ての家具がベルサーチで統一された黄金の寝室も公開しています。これほどの豪邸で生活している細川さんですが、闇営業をしていたとも言われています。ある芸能プロ関係者によると、北酒場、矢切の私
などのヒット曲がある細川ですが、たっぷり稼いだのは昔の話。その稼ぎだけで羽振りのいい生活ができるはずがなく、せっせと闇営業をこなしてきたおかげなんです。と、闇営業のおかげで派手な生活ができていたといいます。細川隆さんといえば、2007年、出資法違反容疑で警視庁から家宅捜索を受けた L&G が、疑似通貨円天の顧客獲得のために開いた会員向けコンサートの仕事を約50回にわたって引き受け、多額の出演料を得ていたことが発覚し、また他の歌手を同社に紹介していたことも発覚。彼らの出演料の4割を紹介料としてピンハネしていた疑惑が浮上し、紅白歌合戦への出場を辞退しています。このスキャンダルによって、初出場から32回を数えていた紅白連続出場記録は途絶えてしまうのですが、再起をかけたはずの翌年、今度は指定暴力団だった6代目山口組系後藤組組長の誕生日ゴルフコンペに参加していたことが発覚しました。実は細川さんと暴力団の関係はそれ以前から噂されていたそうです。実際に東京の花街向島にある料亭 T では、暴力団関係者の首席で歌を披露し、高額な謝礼を受け取っているという話もあるそうです。さらに六本木のサパークラブ S では、同じ暴力団の組長の誕生日会が開かれた際、他の芸能人と共にお祝いに駆けつけたこともあったそうです。同席していた関係者は、誕生日会では当然お祝いに歌を披露するものと思っていたら、細川がそのまま帰ろうとしたんです。それで組長から、お前は小遣いだけもらって帰るのかと怒られたのを記憶してますよと話しています。細川さんは当時あちこちの暴力団と交際していたと言われており、暴力団関係者からもヤクザより節操がないと言われるほどだったそうです。その後、黒い交際がスキャンダル化したことを機に関係を絶ったといいます。いかがだったでしょうか。お金への執着がすごいとも言われており、豪邸を建て豪華な暮らしをしている裏では、闇営業や暴力団絡みで稼いだお金も動いていたのでしょう。しかし大御所であることには変わらず、演歌界で大活躍してきた細川隆さん、下積み時代から支えていた妻を亡くしたていますが、現在再婚したというようなニュースはありません。レーザーラモン RG さんのモノマネで再ブレイクした細川隆さんが今後どのような活動をしていくのか、またまだまだ再婚する可能性もある細川隆さんからは目が離せませんね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。